前方上空をご覧ください。ただいま空挺隊員の降下を実施いたしました。第一空挺団のご紹介をいたします。第一空挺団は我が国唯一の落下傘部隊であり、航空部隊と共同し隠密的に敵の後方地域や重要施設等に、または強行的に敵の直上に着陸して作戦を行う部隊です。総合された戦闘力をもって長距離を迅速に空中機動し、奇襲効果を最大限に発揮できるため、空挺団が作戦を発動するまでの間は敵に対して絶え間なく広範囲に脅威を及ぼすことができます。ただいまご覧いただいている自由降下は空挺団主力降下に先立ち、一部の隊員が高高度から隠密に敵中へ潜入されたするための手段であり、膠着したこの一部の部隊は引き続き偵察活動や空挺団主力の降下のため航空機の誘導を行います。使用している落下傘は MC4 という列国軍隊でも数多く採用されているパラシュートで、最高約8キロメートル上空で開き、その後20キロメートル以上もの距離を操縦することができます。仮に関山演習場の上空8キロメートルで落下傘を開いた場合、高田駐屯地まで移動することができます。それでは着地までの間、引き続き落下傘の操縦の様子をご覧ください。本日の降下隊員を紹介します。先頭は第一空挺団通信中隊新潟県長岡市出身、小黒俊彦二等陸曹です。2番目は第一空挺団団本部中隊大阪府出身、山野博士二等陸曹です。3番目は第一空挺団本部連絡幹部新潟県上越市出身、いくら正彦一等陸尉です。最後は降下長空挺教育隊新潟県魚沼市出身、山本千秋二等陸曹です。ただいま全隊員が到着いたしました。皆様拍手でお迎えください。本日空挺隊員が使用しました自由降下落下傘 MC4 は操縦性に優れており、狭隘な地域にも安全に目標に降着することができますが、その操作には極めて高度な技術が要求されます。また本日ご覧いただきました自由降下による降下潜入は、車両で侵入することのできない場合や航空機が現地に降着できない場合などに、高高度より自由降下で潜入し現地の情報収集に当たることができます。以上
で第一空挺団による降下訓練チェンジを終了します。